どうもコオロギは不発弾に終わりそうな気になってきていますよ。というのは諸外国で例えばイタリアなんかもやめましょうとか言ってて、国によってはこれやらないとか言ってますよね。他の病気も ありましたよね。なんか流行りそうになっていたものが、僕は試してるんだと思うんです。彼らはやっぱり試してるんだなと思うんです。彼らはやっぱり。でもこれからまたどんなことが起こってくるかもしれません。その時に結局はですよ、守備一貫してずっと筋の通ってることを言ってると、そういう人たちの言うことを皆さん聞かなきゃいけないんじゃないかと思いませんか？我々がずっと大事にしている教育の問題。ね、それから食と健康の問題、そしてこの国を守る、地域を守るっていう、こういうことがあります。そして最終的には世界に大調和を生むんだというふうに言ってるわけですよ。でこの考え方っていうのはもう5年10年100年経っても変わらないどころか、そもそもが一番最初に明文化したのはおそらく聖徳太子だと思うんですよね。ですからその聖徳太子も昨日今日考えて言ったわけじゃないわけですよ。日本という歴史、文化、成り立ちっていうことを考えて、我々は何千年も前からこういう考え方をしているんだと。これが日本人なんだと。私はっきり言いますよ。最初にタバコ吸ったなんて16歳ですよ。大学生の時なんて掛け回しやってましたよ。大人になってからだって風俗も行ったことあるし、妻に隠れて浮気してバレたものだってありますよ。何が悪いんですか。去年の5月24日なんか、交通違反してしまいましたよ。そして、これからもこういう考え方をしていくんだということで17条憲法というものを作ったわけですよね。そしてその17条憲法や万葉集や、ね、日本書紀だけじゃないですよ。いろんなそういう国書みたいなものがありました。古時なんかもそうですよ。こういうものを勘案して日本人がこうやって考えてるんですよねって出して、それが教育勅語という形になったわけです。それを我々が分かりやすくするためにこの3つの政策だっていうふうにしているわけですよ。ね、教育が大事、食と健康が大事だと、そしてだから国を守ることが大事なんだというふうに言ってるわけですよ。その先には何があるかって言ったら、世界に大調和を、発行一宇っていうと軍人だっていうね、軍国主義だっていうふうに言われてしまうかもしれませんけども、もともと発行一宇っていうのはそういう意味じゃないですよ。日本にいろんな人たちがいたんだけども、みんなが仲良くなってもらいたいという話です。私が大阪府知事選に立候補してる時によく神武天皇の統制の話をしてたんですね。神武天皇が日向ですよね、宮崎の地からずっと広島を通って岡山を通って、で兵庫県を通って大阪の地に入っていくと、その時に本当に成敗するんだったらそんな何年もかけていかないわけですよ。いくら箱がないとか馬車がないとかっていう時代だって、半年もあれば宮崎から大阪まで歩いていけますよ。なんで東西東に行人弁に正しいっていうふうにするんですか。行人弁っていうのはどういう意味かって言ったら、人が重なってるわけですよ。たくさんの人が行うってことです。正は正しいことを行うっていう意味です。神武天皇はただ単に宮崎から大阪に行ったんじゃなくって、農業っていうことをまず教えていったわけです。まず広島の人に教えました、岡山の人に教えました、そして
自分たちでちゃんと食べ物を備蓄して、そうすれば食べ物で争うことがないっていうことを教えていったわけです。それまでの我々日本人は狩猟生活でした。縄文人たちが豚食ったりとか牛食ったりとかっていう全然ないわけです。イノシシとかキジとか少数出てくるんですけども、いわゆる四つ足のは食べてないですし、現実に明治時代になってから養豚とかを奨励し始めましたけど、江戸時代に豚を食べる習慣なんか全くないわけです。